はいどうも、ご視聴いただきありがとうございます。この動画では、メダカの屋外ビオトープで育成できるビオトープならではのもので、特に綺麗な花を咲かせる植物を紹介してみようと思います。で、屋外ビオトープではメダカの飼育だけではなくて、室内飼育では育成できないような魅力的な植物を育てることができるっていうのも、このビオトープの楽しみの一つだと言えます。で、屋外だと室内とは違って、葉が水上に飛び出した植物なんかもいっぱいあって、本当室内とはまた違ったレイアウトが作れますよね。で、ビオトープに導入できる植物もいっぱいあって、どれがいいのか迷ってしまうこともあると思いますので、もしですね、数多く存在する植物の中から、特に綺麗な花を咲かせる植物を導入したいっていう場合は、これから紹介するものをご参考にしてもらうと思います。で、ちなみにここでは、綺麗な花を咲かせる植物をざっと紹介していく感じで、一つ一つの詳しい育て方についてはですね、割愛させてもらいます。あくまでも、こんな綺麗な花を咲かせる植物があるということをお伝えする動画になりますので、あらかじめご了承いただければと思います。で、それからですね、すでに植え付け時期が遅い品種もあると思いますので、そういった品種に関しては、次のシーズンにビオトープに取り入れるきっかけにしてもらえればと思います。ではですね、綺麗な花を咲かせるビオトープならではの植物を全部で7種類ざっと紹介していこうと思います。で、まず一つ目がこちらですね。で、これはメダカの屋外飼育ではめちゃくちゃ有名な植物なので、すでにご存知の方も多いと思いますけども、これはホテイアオイっていう植物ですね。ホテイソウという名前でも流通してます。で、このチャンネルでもたびたび紹介していて、ビオトープの定番種と言っていいくらい有名な植物になるんですよね。で、このホテイアオイはですね、パッと見た感じは全体的に濃い緑色をした植物なので、このまんまのイメージが強いかもしれませんけども、実は成長すると青紫色のめちゃくちゃ綺麗な花を咲かせる植物なんですよ。で、このホテイアオイはですね、ビオトープの定番種と言われるぐらい、育成が簡単な植物なので、ビオトープが初めてで、とりあえず綺麗な花を咲かせるものが欲しいという方にはですね、もうかなりおすすめの植物だと言えます。で、次に二つ目なんですけども、それがこちらですね。これもですね、メダカのビオトープでは定番種とも言っていい、スイレンという植物ですね。ビオトープを作る容器のスイレン鉢ってありますよね。この名前にもなってるぐらいの植物なんですよね。で、このスイレンはですね、円形の葉っぱに、そして拳台ぐらいにもなるような大きい花が水面に浮かんでいる姿が特徴的で、この花のカラーバリエーションもかなり豊富に存在してるんですよね。基本的に大きく成長する植物なので、大きめのスイレン鉢が必要になるんですけども、中にはですね、姫スイレンとか比較的小型の品種も存在しますので、そういったものは小さめの容器でも飼育が不可能ではないし、それほど育成は難しくないです。何よりもですね、ビオトープに導入できる植物で、ここまで大きくて綺麗な花を咲かせるものってほとんどないと思うんですよね。なのでせっかくだったら一度は導入してみたい植物ですよね。一回導入するともう毎年育成したくなるぐらい絶対ハマります。で、いろんな品種が存在しますので、もしスイレンを導入する場合は、お気に入りのものを探してみて、それを導入するっていうのもいいかもしれないですね。はい、では次に三つ目なんですけども、それがこちらですね。で、これパッと見た時に、あれさっきのスイレンと同じじゃないかって思った方も多いと思うんですけども、こちらはですね、スイレンではなくて、ハスという植物になります。検索してはいけない言葉にも入っている、ハスコラのハスですね。それはさておき、このハスも円形をした大きな葉と、めちゃくちゃ綺麗で大きな花を持つ植物で、これもスイレン同様ですね、大型の品種から、小型の品種までありますね。で、特に大型のハスになると、花の大きさが25センチから30センチぐらいですね。それぐらいでかくて見応えがあるんですけども、かなりのスペースが必要になるので、スイレン鉢というよりかは、ちょっとした池とか、大型のトロ舟、こういった広い環境で、導入している方をよく見かけます。で、ちなみに先ほど紹介したスイレンとよく似たというか、パッと見、同じですよね。で、じゃあ何が違うのかというと、双方を並べてみるとこんな感じで、並べてみるとちょっとした違いに気づくかと思いますけども、先ほど紹介したスイレンの方はですね、葉っぱとこの花が水面に浮かんでる感じですね。それに対して、ハスっていうのはですね、葉っぱと花が水面から離れた位置になるっていう、これ明確な違いがあるんですよね。なのでこれだけ覚えておけば、スイレンかハス一発で見分けることができます。はい、そんな感じで次4つ目の植物なんですけども、それがこちらですね。で、これはですね、聞いたことがあるという方も多いかもしれませんけども、花菖蒲と言われる植物です。で、この花菖蒲はですね、江戸時代に普及した植物で、
昔から多くの改良品種が作られていて、もう今では数えきれないぐらいの品種が存在しています。で、特徴としてはですね、長い茎の葉を持っていて、で、高い位置に大きくて綺麗な花を咲かせますので、これもかなり見応えがありますよね。で、花菖蒲はですね、鮮やかな紫色の花が代表的なカラーって言えるんですけども、まあ、改良品種が多く存在するため、この花のカラーバリエーションも豊富になるんですよ。で、ちなみによく似た植物で、まあ、ビオトープに導入されるものとしてはですね、カキツバタという植物があるんですけども、まあ、これらの違いは、花菖蒲はここに黄色い筋が入って、もう一方のカキツバタの方はですね、ここが白い筋になってるんですよ。まあ、そういった違いがあります。で、それから育成の仕方にも若干違いがあって、この花菖蒲っていうのは、根っこを完全に水中に入れると枯れるので、湿った場所での育成ですね。それに対してカキツバタっていうのは、株を完全に水の中に入れても育成が可能になります。まあ、なので実際にビオトープに導入する場合っていうのは、このカキツバタも含めて、まあ、お気に入りの花を持つ品種とか、あと育成する場所を考慮して選ぶといいですね。はい、では次5つ目なんですけども、それがこちらです。で、これはですね、ウォーターポピーという植物です。このウォーターポピーはですね、水面にびっしり葉っぱをつけて、まあ、ところどころに可愛らしい黄色の花を咲かせる植物なんですよね。で、この花は比較的大きくて、まあ、それだけ見応えがありますので、まあ、こういった可愛らしい花を咲かせる植物を、まあ、ビオトープに導入するのも面白いと思います。まあ、ただこのウォーターポピーですね、葉っぱがかなり伸びて、まあ、50センチぐらい横に広がったりしますので、まあ、なかなか大きい容器が必要というか、まあ、大きい容器の方がウォーターポピー本来の姿が楽しめるかと思います。で、次に6つ目なんですけども、それがこちらですね。これはですね、アサザという植物になります。このアサザはですね、スイレンのように円形の葉っぱを伸ばすのが特徴なんですけども、まあ、ちょっとハートのような形をしているようにも見えることから、まあ、人気のある植物になってます。で、そして星の形をしたような、まあ、小さくて綺麗で、まあ、黄色の花を咲かせる植物で、まあ、これまで紹介してきたものよりも、花の大きさがかなり小さい植物になりますので、まあ、ビオトープの水面に、まあ、小さくて可愛らしい花を咲かせるものが欲しいという場合は、このアサザはおすすめですね。で、次最後の7つ目ですね。それがこちらになります。こちらはですね、ポンテデリアと呼ばれる植物になります。で、このポンテデリアはですね、今まで紹介してきた植物とは全く違って、約15センチくらいにもなる花茎に無数の花をびっしり咲かせるおしゃれな植物なんですよ。また栄養が十分にあるような環境だと、長さがですね、1メートルを超えるぐらいまで成長しますので、まあ、広くて大きいスペースが用意されているような環境で、もうとにかく目立って、まあ、なおかつ綺麗な花を咲かせる植物が欲しいという場合には、このポンテデリアはめちゃくちゃおすすめと言います。はい、といった感じで、メダカの屋外ビオトープに導入できる、特に綺麗な花を咲かせるビオトープならではの植物を全部で7つ紹介してきました。まあ、この植物の種類っていうのは本当いっぱいありますので、他にも色々と魅力的な品種はまだまだあります。まあ、なのでもしここで紹介していない植物でおすすめのものがありましたらコメントで教えてもらえると嬉しいです。で、もしですね、ここで紹介してきた植物の中で特に気に入ったものがあった場合は、まあ、ぜひチェックしてみてください。まあ、そんな感じでメダカのビオトープに導入する植物選びの一つのご参考になればと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画の内容がためになったと思ってくれた方は高評価してもらえると嬉しいです。で、またですね、今後もためになるような動画をどんどんアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。